たしまとばんちゃん。たしま動画チャンネルかです。ゆうきです。しょうです。今日はしょうくん何だい？仮面ライダーゴーストの食玩です。改めまして、はい、今日はこちらです。はい、仮面ライダーゴーストガンガンアクション魂3。ラインナップは仮面ライダーゴーストグレートフルダムシー、はい、グルムゴースト&サンゾーゴースト。こちらはこの仮面ライダーネクロムにね装着できる別売りのコスチュームですね。はい、今日はこちらで遊んでいきたいと思います。はい、じゃあ何からいこうか。グレートフル、うん、グレートフルから開ける、うんうん。まあ、まず外箱はこんな感じでございます。前、後ろ、上はこんな感じ。はい、横、うん、ラインナップね。おお。おお、すごいな。はい、これすごいぞ。うん、はい、中身こんな感じです。袋から出すとこんな感じです。うん、黒いね、真っ赤。うん、真っ赤っか。このゴールドの部分は塗装かな。うん、そうだね。これね、ね、見て、うん、シールがね、すごいいっぱいあるんだよ。小さいやつとじゃあちょっと、頑張って貼ろう。はい、できました。はい、超大変。はい、シールいっぱい。はい、これね、これ大変だったでしょ。大変だった。ベルトがすごい大変だった。いや、顔の周りとかすごい大変だったよ、このシール。まあ、無事貼り終わりました。いかがでしょうか。はい、こんな感じでございます。はい、かっこいいよね。だってこれと同じだ。うん、ソフビの方がね、逆にね、塗装がね、省略されてる部分とかあって、この横の弁慶のところとかさ、まあ、大きさはこんぐらい違います。はい、そしてね、やっぱりこう稼働するのがね、稼働しますよ、ちゃんと。ダイラーポーズとかできますよ。うん、ちなみにこちら全身の13箇所稼働します。え、だから例えばね、うん、こんなポーズも可能です。ライダーキック、ダイヤキック、キック、オメガトワイワーキック、メオメファイブキック。かっこいいね。じゃあ続きまして、かなとくん。はい、ネクロム、こちらネクロム開けていきたいと思います。よいしょよいしょ、はい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 、はい、ラムネかなとくんあげる。ありがとう。うん、はい、おー、あれ全部入ってるよ。さあ、こんな感じでございます。グレートフルに比べたらシールが少ない。よかった。はい、袋から出すとこんな感じですね。はい、じゃあね、またシールを貼っていきたいと思います。はい、できました、ネクロム。意外とシールが大変でした。はい、シールね、ちょっとだけあります。お、ネクロムのほら、見て、お決まりのポーズ。はいはい、結構かっこいいよね。うん、周りはこんな感じでございます。で、これね、かなとくん、フードついてるじゃない。今フードかぶってるじゃない。これね、フードをこうパサってなったバージョンもできるんだよ。はい、こちらがね、フードなしバージョンです。はい、はいいね、かっこいいね。そしてライダーキック、ダイヤキック、2個ダイヤポーズしてみると、見て見て、ほら、この間のね、日曜日やってたやつね、グレートフルとネクロムでライダーキックやってたね。うん、こんな感じです。はい、はい、最後1個、こちらはネクロムのゴーストチェンジする姿ですね。グリム魂と三蔵魂、はい、ネクロム、こんな感じで、はい、入っております。はい、開けていこう。はい、ここどうぞ開けて。はい、さあ、入っておりました。こちらはグリムだね。うん、こちらグリム、うん、そして三蔵ね。うん、パパッとね、シール貼ります。はい、グリムはこんな感じです。そして三蔵はこんな感じです。かっこいいね。うん、じゃあかなとくん、ネクロムをゴーストチェンジしてみよう。はい、グリム魂になりました。はい、どうだい、かっこいい、かっこいいね。うん、こんな感じです。はい、ただね、これね、この角は元々のネクロムの角を取ってくっつける感じなんですけど、ここね、角シールなんですよ。だからクッて取るときにね、シールが剥がれそうになっちゃってね、大変。でもかっこいいね。うん、すごいかっこいい。そして、はい、こちらが三蔵魂にゴーストチェンジした姿です。
いいですね、うん、かっこいいね、うん、ただね角をねさっきから入れ替えてるからね、うん、若干シールが剥がれてきた。かっこいい、うん、いいね。クライアーポーズやってみる。クライアーポーズキッ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 。はい、そんなわけで今日は仮面ライダーゴーストガンガンアクション魂3を紹介しました。これ13箇所も動くということでね、こういろんなポーズがつけられて、はい、とても面白い、うん、こんなポーズとかこんなポーズとかこんなポーズとかできるよ。うん、かなとくんはもうねずっとさっきからねいろんなポーズさせてんのね。走ってるポーズ見て、うん、すごい楽しいね。皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。今日はこの辺で、はい、おぼい。